いやあ、刹那圭介だよ。ベルとお菓子の家やっていきたいと思います。2週目、パート3。フラグを立ててから終わったんやったな。マルガレーテのために買ってあげた。バームクーヘンがなくなっとる。おい、誰や？誰が取ったんや？おい、誰が取ったんや？あ、これじゃ、これじゃ。こんなんがあって、これを集めるんだったかな。紙切れね。紙切れ B。確か、D まであったと思うよね。確か、俺の覚えとる限りじゃ、E はなかったと思う。これがまた、だろいのさ。A。どうやったら、おっと、幸先いいな。よし、もう前回、もう2週目なんでね。2週目なんでパッパと終わらせたいっていう自分があるんですよ。ラー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 、髪切れを探しにロロロロラー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 、髪切れ探しに。ベルがもうどんどん、あったあった。髪切れ手に入れたんはいいけど、これどうするんだったっけな。どうするんだったっけな。あ、そうか。ベルの本調べるんだったかな。マリア・マグダレーネの日記。これ飛ばします。前回と同じだと思うんでね。すいませんが、ここ飛ばしますね。多分前回と同じ。まあ前回と同じだろうね。はい、同じだった。なんでちょっとここ飛ばす。あ、ちょっと適当なアテレコ入れようかな、これ。な、ヘンゼル、ヘンゼル、この本見てくださいよ、ヘンゼル。これ読めへん。どこの国の言葉やねん。どこの国？これ、スワヒリ語なんかな。嘘つけ、これ日本語や。読めるやろ、読めん。俺字の勉強とか全然してないけど読めへん。なんで書いとんかな。国家の大統領暗殺事件、読めるやないか。めっちゃ読めとるやないか。その通りや。大統領暗殺されたって。どうして？だって食べられちゃうからよ。あなたの私も大統領も。途中から綺麗に字幕と噛み合ったんやけど。話が途中から字幕と噛み合ったんやけど。もう噛み合わせたん俺かもしれんよ。半分噛み合わせたんやけど、なんか俺も即席で考えたけんね、これ。どうして答えだと分かりきっている。まあ、これはいいや。これはいいや。ハンスって今言うたんやね。ハンスほっ。よーし。アフレコもしたところやし、それ以外もバンバン飛ばすぞ。んで手をつないでもいい？誘ってるんじゃないの？ああ、好きにしろ。でも、ここだけでは嬉しがっているハンスさんです。さあ、行こう。どこ行くんだったか全然覚えてないけど。上だったかな。確かが、かまどかそんな感じのもんがあったような気がする。あれ。あれ違ったっけ。あれ。あれおかしいな。なんかあったっけな。読まんわ。あれどこだったっけ。あ、そう、扉があるんじゃ、そうだ。Into the 扉、ドラえもん。どこでもドア。ハワイに連れてって。ここハワイな。な、ここハワイなん、ドラえもん。ここも魔女の世界なの？え、おかしいな。
俺ハワイ行こうとしたのに、ハワイちゃうなここ、絶対ハワイちゃうなここ、ハワイ、ハワイじゃないのここ、私韓国行きたいと思ってたの。あ、韓国か、物好きだな。うん、確か下だったかな。あー、これ前回のパート下から調べてダメだったで上行ったパターンじゃ、思い出した思い出した、くそー、なんか後手に回っとう気がするわ。で、ここがこうあって、すぐ出る。おらん、くそ、見れるかなと思ったんよ、すぐ出たら見れると思ったんやけど。あ、ここあれじゃ、会話はだいたい飛ばさせてもらうけど、なんだっけな、バタフライ今日はのとこだったな。で、なんで顔ついとんだろうな壁に顔の形のシミがあるっていうね。会話は前回と一緒だと思う、飛ばさせてもらって、何すればよかったかな、ベッドだったかな。外ねえ、ハウス何が見える？女風呂、適当に言ってますんでね。どうしたのハウス？俺は鏡は嫌いなんだ。あ、これはいいや、これはいいや。バースレッスン、この本だったかな、絵本。これ古い本、古い絵本だわ。最後に魔女のおばあさんが殺されてる。どっちにしろ崖に寄せるために作られたとは思えない内容だがな。そうだね、よく考えたら怖いお話だよね。なあベル、この本を売ったらプレミアつくかな。古い本なんだろう。どうでもいいか。あと何があったかな、何か調べるもんあったかな。調べるのはなんかストーリー進まんか、これだ、そうじゃ、これだ、これ調べんかったらよか、あかんかったんだ。この壁のシミ、気味が悪い。そうか、みたいな感じ。飛ばします。バリバリと飛ばします。面白そうなとこだけ読む。俺は、事実を言ったまでだ。うそー。この二人がなんか調べになってる。調べになってる。面倒な女だな。え？見つめて、見つめて、ハンス私を見つめて、ハンス私を見つめて。あ、ここじゃ。攻略サイトを見たけん俺は知っとんじゃ。この内容をメモっとった方がいいってことはね、なんか後半のミニゲームでね、あるじゃないですか、なんか妹が出てきて、妹にベル探しゲームをさせられるんやけど、その時にいくつか聞かれるんで、それをメモっとった方がいい点があるんですよ。メモらな、メモらな、ちょっとメモります。メモった後にララバイバイバイ、あれって分かっとってもこれはちょっときついですね。ベル、何なんだここは、別にいいでしょどこでも。あ、そうそうそう、ここがハワイです。ここがハウス。お前ハワイ見たことないかもしれないけど、こういう感じなんだぞハワイって。絶対違うな絶対違うな、分かっとるぞお前。ベル当てゲームぞお前。俺チートしたけん答え知っとんわお前。お前のベル当てゲームはな、もう俺には効かんぞ。俺が完璧クリアしてやるけんな、覚悟しとけベル。今からきっちり当ててやるからな、完璧に当ててやるからな。お前のことは何でも見通しぞお前。髪の色もな、瞳の色もな、リボンの色もな、靴の色も服の色も、なんなら3サイズだってお見通しやけんな。よっしゃ、ベルの3サイズは好評選択、ロリコンがたかるけんな。まず髪型は栗色。待てよ、今栗色
今栗色漢字間違えたかな。やり直す。自信がないからやり直す。一番上って髪色だ、栗色だったかな。え、そもそも栗色ってどっちの漢字使うんこれ。下だったかな。あれ栗色ってどっちの漢字使うん、下だったかな。瞳はバラ色。服確かバラ色、バラやな。首のリボンこれもバラ色。肌が真っ白。真っ白やけどあれ真っ白以外の情報を書くん忘れたが、何やったっけ真っ白以外の情報を書くん忘れた。ユキそうだ、顔が分からなければ俺は覚えている。あっとった、よかった、あっとった、これあっとった。あ、左上にベルおる、左上にベルおるよ。やったやん、やった余裕余裕余裕、やい余裕、はい余裕。見たかお前、見たか魔女よ。まあ俺チート使ったようなもんやけどな。ハンス、ベル、お、こんなシーンあるんじゃ。やった、ベル、ハンス抱き合った、抱き合った二人は私さくらんぼ。ハンス痛いよ、離して。あ、ああすまない。ははこれ見てよ、これヒースがまじまじと二人を見ようやけどな。お前を見つけられたね、ちゃんと向き合えばわかるんだよ。ああ、いや、お前だからわかったんだ。俺は妹でさえ人混みに紛れてしまえば俺から見つけることはできなかった。見つけてくれてありがとう。ああ、ここ元の部屋だね、ハワイじゃないね。ああ、さっさと逃げ出す方法を見つけなければならんな。うん、行こう。よっしゃー、一周目だった。ここでベルが別行動になるんだったな。やったじゃん、やったやん。よっしゃー、これで、これで魔女の陰謀も防げるわけですよ。あ、鍵どこやったっけ、鍵どこやったっけ、鍵どこ、鍵探さんかったらあかんパターンだったっけ。そん、あ、あるやん。まあ、鍵取る前にセーブして終わりますけどね。はい、というわけで今回も、2周目のフラグを、まあ、立てることができました。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け